りました。あ、出るよね。ちょっと爽やかさが増してると思います。福島市のフリースクールビーンズ福島、それぞれの事情で学校に行けない子どもたちを受け入れています。そうですね、自分の感情がちゃんと、形にできる、確かに、この日の午前中は絵に関わることをする時間。ここで何をするか、どう過ごすか、意見を出し合い、子どもたちが話し合って決めています。サメちゃんなんか新つむぎたい、これも新つむだよ。いや、それ違います。タミちゃんと呼ばれ親しまれている菅野タミ子さん、フリースクールの事業長です。私たち参加型なんで一緒にやって、で一緒にやりながらこう話すとすごいいろんな話ができるので楽しくやってます。みんなでいろんなことが話せて、みんなで決めることができて、みんなで行動ができるっていう、すごく隔たりのないというか壁のないフリースクールができたらいいかなと思います。目指すのは自分らしく仲間と笑顔で過ごせる場所です。2階の部屋にずっと引きこもってる感じで、去年からフリースクールに通い始めた中学1年のスイさん。小学校低学年で受けたいじめをきっかけに卒業まで学校に行けなかったといいます。周りの人の目が怖かったんですけど、話したらすごい楽になって、ちゃんと考えてくれて。はじめはほとんど誰とも話さなかったスイさん、少しずつ自分の気持ちを打ち明けることができるようになり、フリースクールで新たな仲間ができました。第三の居場所っていうところがあると、やっぱ子どもたちも気持ちを吐き出す場所だったりとか、自分が安心していられる場所があるっていうのはすごく大きなことだと思います。全国で不登校の児童と生徒は23万1372人、県内では2669人と震災以降増加傾向にあります。学校に行きたくない、子どもからの意思表示をまずは受け止めてほしいと菅野さんは考えています。学校に行きたくないっていうのが、その怠けてるとかそういうことじゃなくて、本人にとっての SOS なんだっていうところを聞き入れてくれるっていう、その気持ちが一番だなと思っていて、とにかく話を聞いてあげることが一番なんだなって思います。お母さんたちも悩んでてすごく辛いのだと思うんですけど、でも助けてくれる人はたくさんいるので、そこを一人じゃないんだよって、孤独じゃないんだよっていうことはすごく伝えたいと思います。じゃあ午後からは、今日はなんか天気がいい感じな、いい感じとか、まあ降ってないので公園に行きたいと思います。私ゲーム皆さん体力が、はい、4人入った。フリースクールで新たな夢を
見つけた子もいます。みんなで料理するっていうのがあって、それでみんなでやってすごい楽しかったので、料理のことやってみたいな、もっと知りたいなってので通ってみようかなって思いました。来年からは調理師の専門学校に進みたいと考えています。まあ、無理しないで自分の中でうまくやっていけたらなって感じが。悩む時期があって、それはすごく大変な時期があると思うんです。でも必ず一人じゃないので、周りは助けてくれる方がたくさんいるので、そことつながりながら進んでいくと、もうトンネルは抜けられるって私は思ってます。無理せず、ゆっくり、自分のペースで、たくさんの可能性を持つ子どもたちが成長する場所として、菅野さんはこの言葉を伝え続けます。学校無理でも、ここ